はい、こんにちは、村田嵐です。はい、というわけでね、最近、静岡県行っていたり、昨日やったら千葉南の方の南房総に行ってたりね、いろんな場所にお邪魔させていただいてるんですけど、本日ですね、オリンピック会場近くの、一宮海岸でサーフィンをしていくんですけど、ちょっとね、おとんに先に撮ってほしいんですよ。サーフボードも全部、ウェットも積んで、先に撮ってほしいんですよ。はい、まあなんでって聞きたいとこだけど、いやちょっとね、そこはなんでと突っ込まず、ちょっとね、先に行っててほしいというね、理由がありまして、後でね、向かいますね。で、わかりました。じゃあ、後ほど海で。はい。うわー、なんかすごいので来たじゃん、これ。やばくない？やばすぎ。どうしたの？登場しちゃいました。家から約5キロぐらいあったんやけど、これで。どんな感じ？楽々来ました。うわー、かっこいい。それ俺知っとるよ。ちょっと高いやつじゃん。ここ車来るので、ちょっと安全なとこ行きましょう。はい、はい、というわけでですね、ちょっと今回ですね、いつもね、この車に関しても、いろんなね、ほとんどファッションの靴やったりね、いろんなものに関してもほとんど内緒で、その僕にね、見せつけることが多かったんですけど、今回ですね、もうやってやりました。息子がおとんに内緒でこの、超高級、電動自転車をゲットして、実はカメラ越しにおとんに自慢してます。いや、これやばいんだよ。俺欲しいやつでさ、ちょっと高いからビビって無理だったんだよな。そう、これね、ちょっとね、名前とか値段とかおとんに自慢するために紹介してますね。これ何のメーカーかと言いますと、ロッカーフレームっていうメーカーで、サーファーで乗ってる方結構多くて、でめちゃくちゃ有名人で乗っている方は、オリンピック選手でもあり CT サーファーでもある日本代表の五十嵐カノア選手も、こちらのロッカーフレーム愛用してるんですよね。で、大和田博人選手も実は愛用してて、結構ね、サーファーからめちゃくちゃ人気なんですよ、この自転車に。後々キャリアつけてこのままサーフィン行けたりするんで、マジで便利なんですよ。ちょっとね、これマジでどうですか？いや、これさ、よく表参道行くときにさ、見てさ、はい、たっけーとか言って、なんかかっこいい人がよく乗っとったじゃん。表参道で、歩くのがだるくて、よくね、この自転車に乗っている人いて、自分的にもね、マジ憧れとったんですよ。だけどね、この自転車の値段いくらやと思う？でも知っとるか？いや、知っとるもん。だって欲しいなと思ったから。ただ半年待ちとかなんでしょ？そうなんですよ。で、これ値段が、約23万円になりますね。約23万なんですよ。ガチで高級ですよ。そう、でもすげえいいんだよな、ピューって走って。ちょっと見してよ、すごいよな。これメーターついてんの？メーターがついてて、でこれ今5って書いてあるんですけど、でこれ5段階で分かれていて、で5が一番フルスピードなんですけど。何キロ走れるの？これね、最高速度がちょっと忘れたんやけど、約23ぐらい。まあまあ、あんまり出したらな、自転車だからな。そうそう、はい、というわけでですね、ちょっと今回はですね、こちらのロッカーフレーム、音に、ね、自慢しに海まで持ってきちゃいました。で、今回これで持ってきてサーフィンということでね、今からサーフィンしていきましょう。ところで、実感ではこれ5キロぐらい走ってきたわけでしょ。疲れる？いやマジ疲れないですね。一応ね、アクセルも何もなく、自分なしで漕いでいくんですけど、なんていうのかな、漕いとる気がしない。本当に1漕ぎでムーンと言ってくれるので、すごいいいですね、迫力あり。しかも、なんちてもおしゃれだね。そう、結構乗っ取ったらマジでおしゃれなんですよ。これ一気にブーンと行くから、これ多分俺の方が似合うからやばい、漕いだろ、シュエーっていくな、行くよな、マジで、うん、早い。これ意外と思ったより早いやろ。いや、早いし、何よりかっこいいね。そう、それが大事。どう、欲しくなった？じゃ欲しい。でもこれもう一点買ったらちょっと頭いっとるよな何色？黒？白？いや、今度次はシルバー行きましょうチャンネル登録よろしく。はい、というわけでね、超高級自転車で来たんで、ちょっと今からねサービスしていきたいと思います。何の状況がちょっと見てもらったら分かるんやけど、相変わらずの行い続きで、膝ももぐらいですね。ちょっとコンディションは悪いんですけど、今からですねサーフィンしていきますか。ちょはい、何ですか今日は、はい、今日は膝も持っています。はい、膝でもいい。違う、もも腰ぐらい。あー、もも腰あるみたいです。あ、はい、あ、そう、今日 YouTube あげます。マジ？昨日水中とかめっちゃ気になる。うわ、ほんでビキニ先にこっちのチャンネルで出しちゃって、
モザイクモザイク、電子モザイクやるみんな気になるぞ。はい、それではですね、ちょっと間違えて後ろカメラ向けてみて、間違えた、うわ、何、はい、こんにちは、ちょっと最近新しい自転車、似合うじゃん。いや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 、たまたま今日これできたんですけど。いや、そっち映してないよ。あ、俺じゃねえか。今の俺じゃなかった、こっちだったか。今こう、みのりこっちいたからね、俺だと思い込んじゃって今一人で喋ってたんだけど。いやいやいや、まだ映ってないからね、多分。いや、やっと今ちょっと半分、半分映った。高井くん、高井くん誰、ね、かすってもない。もう俺行くわ、海、うんじゃんね、またね。チャンネル登録よろしく。どうですか？なんか、まあ、ちょっとね、気合は入ったんですけど、なんか、微妙ですね、ちょっと疲れてたんですけど。いや、気合は確かにあるんだけど、ターンのスピードも、あとボードのスピードもあるんだけど、まあ、カメラマン目線だと、ちょっと50センチ手前、なんていう、カール寄りに当てたらもっといいかなと思う。ちょっとなんか緩いとこでターンしとる感じがする。だから、なんていうの、下向かんじゃん、ノーズが。乗っかった感じになるから。でもスピードはあるんだけどね。スピードはあるってわかんないけど、これなんか昨日からなんかおかしいなっていう感じなんですけど、まあ、こういう時もあるんやけど、ちょっと疲れがねまずいと思うんで、ちょっとそこを修正していきたいなと思いますね。でこのバイクあれですね、海に似合いますね。いや、かっこいいよ。じゃあ俺欲しいもん、やっぱり。ここまでこれできたって言ったらちょっとかっこいい。いや、かっこいい。俺それカメラ撮ってきたい。いいでも多分2回ぐらいで汗だくになるかな。ちょっと2ランド目もう一回行くんで、1ランド目にビデオチェックしてあかんかったことを修正しながらもう一回行きたいですね。ちょっと修正するポイントっていうのは、音がさっき言ったようにもっと際どいポイントに、セクションに当てるっていうことを意識しながら、サーフィンしたらもっと、スプレーも迫力も出るかなと思うんで、そこちょっと意識していきます。
チャンネル登録よろしく。はい、というわけでですね、ちょっと2ラウンドやってきたんですけど、思ったよりいい波をゲットできなかったんやけど、最近ちょっと気象来たね、夕方になるとこういうポジションが多いですね。でもな、なんかいい波も来てんだよな。そうそう、たまには来そうやけど。そう、まあ、さすがね、4連休ということで人もかなり多い。それはやばい。あと1日頑張らんと。そうですね、なんかこういう時やっぱり波取るの、波を見つけたり波を探したりするのかなり難しいと思うんやけど、まあ、そんな中で自分が意識したことは何かと言うと、まあ、いつもはですね、その一定の位置に居すぎてしまうことが多いんですけど、まあ、今日はちょっとね、やっぱり人が多いし、まあ、どうしても完全に乗りたかったので、まあ、最初右でテイクオフしたら、まあ、次ね左に行って左でグーフィー乗ってまた帰ってくる、だからレギュラー行ったら次左行って左からグーフィー乗ったり、 V の字を書くようなイメージでサーフィンポジションを乗ってましたね。そうすることによって人に迷惑かけんし、まあ、自分的にも本数に乗れるし楽しいから、まあ、そっちの方がね絶対にいいと思います。なのでまあ、ちょっとね、4連休だからどこの海もどこの地方も絶対に混んどると思います。なのでね、皆さんも人に迷惑かけずにサーフィンするならば、V の字スタイルっていうのをねやってみてください。今勝手に作ったんですけど、それやることによって人に迷惑かけるからの、自分でね本数数に乗れるので楽しめるかなと思いますね。はい、というわけでですね、本日こちらのロッカーフレームという、まあ、23万もする高級自転車に乗って、ここまで来てね、ちょっとこの自転車マジで調子いいし、かっこいいからね、どんどん使っていって動画にもどんどん出ると思います。もっとね詳しいことはサブチャンネルとかでもどんどんやっていきたいと思うし、まあ、充電の持ちやったりちょっとレビュー的なやつをやっていきたいなと思いますね。であとこれね間近で見たい人は、この千葉北ら辺なら、まあ、サンズっていうね、サーフガーデンというところで行けば実際にね展示されとるみたいなんで、実際に触りたい方はぜひ行ってみてください。というわけでですね、本日もご視聴ありがとうございました。ちょっとでもろかったなと思ったらチャンネル登録とインスタグラムのフォローよろしくお願いします。はい、というわけでガチでこれで来たんで、ガチでこれで帰ります。で5キロぐらいあるよな絶対。行きはね5キロあるんですよ。だけど行きは全然辛くなかったんで帰りも、ね、余裕と思うんで、じゃあ帰ります。ではお疲れ様でした。お疲れです。